きたいところあるんだろ。どこ行きたいんだ。ん？どうした？何か言いたいことあるなら遠慮するなよ。したいことね。自重しなくていいならあるけど、うん、それはお前が聞きたいことと違うだろうし。無理に強がるのはやめなさい。それでも聞きたいって言うなら、うちに帰ってからたっぷり教えてやるから。一番欲しいものは手に入ったしな。他に欲しいものね。改めて聞くか、それともわざと。俺がこの世で一番欲しかったもの、それはもちろんお前だよ。お前はこうやって話してるだけで満足なのか。俺は物足りないんだけど、お前の話聞くとか昔と変わらないだろ。もっと恋人らしいことしないか。我慢できないんだけど俺。そう聞くってことは、お前が喉渇いたのか。何か買ってきてやるよ。適当なのでいい？そういうとこ、お前らしくて好きだよ。お前、本当に綺麗になったよな。一丁前に女になって成長したよな、お前。親父臭いか、俺。お前や真に注意されるけどさ、やっぱりその目線ってなかなか抜けないんだよ。小さい時の癖って大人になっても治らなかったりするじゃん。まあでも余計な心配するなよ。不安になる必要はないからな。俺はちゃんとお前を一人の女として見てるから。俺の彼女なんだって実感してるから。っていうか、それが夢じゃないのか毎日確認せずにはいられないんだけどな。朝起きたら、もしかしたらお前はいないかもしれない。俺が抱いていた幻想に過ぎなくて、幻が消えてしまいましたなんてならないか。正直ヒヤヒヤしてたりする。でもお前は消えたりしないし、ちゃんと抱きしめたぬくもりも俺の腕の中に残ってる。お前は自分から望んで俺のところにいるんだよな。ありがとう、こんな俺のそばにいてくれて。本当に男の趣味悪いよなお前。だからって他の男を好きになってそいつを選べなんて言わないけど、何があっても俺はお前を離さないよ。せっかく手に入れたんだから、みすみす誰かに渡すなんてこと絶対にしない。俺がお前を必ず幸せにするから。お前
前なんでそんなに可愛いの？可愛い反応して、可愛い声で、可愛いこと言うの。外だから軽くこれくらいしかできないけど、帰ったらもっといっぱいキスするから、それでいっぱい抱きしめさせて。人間って欲望にきりないから、どうしたって満足できない生き物なんだ。だから一回じゃ足りない、何回も毎日抱きしめるから、毎日抱きしめさせて。お前のことをしっかりと感じていたいんだ。いつでも俺すげえ欲深いからさ、お前のことになると見境ない行動することあるし、お前いつか怖くて嫌になるかも。そんな可愛いこと平気で言うの？そんなお前だから、俺はこれからずっと何度も好きになるんだろうな。俺が愛せるのはこの世でお前しかいないもん。それにお前以外、俺のこと好きなんて言うやついないだろうしな。本当、お前って変わってる。その上強くて可愛くてものすごく愛しいよ。お前と始めたこの生活は毎日が楽しくて嬉しいことばかりだ。本当幸せすぎて怖いくらい。昔お前のおままごとに付き合ってたりしたじゃん。あの時は全然実感湧かなかったけど、一緒に暮らすってこういうことなんだなって感慨深くなったりする。あの頃はよく平気で結婚とか夫婦とかやってたよな。その意味とかちゃんと分かってなかったくせに。もちろん今はちゃんと考えてる。結婚とか夫婦になること、そういうのちゃんと見据えている。その上でこれから先もずっと一緒にいたいと思ってる。俺の横にはお前がいないと、お前の笑顔がないとダメだから。お前が俺の隣で笑ってられるようちゃんと守り続けるから、俺がお前を幸せにする。その幸せを守り続ける。だからいつまでもそばにいて。いい返事だからご褒美。お前は嫌なの？俺にキスされるの？それじゃあ遠慮なく。照れてむくれたり、そういう顔も全部可愛い。そういうとこ含めて本当に可愛すぎるよお前って。これからはとことん優しくする。お前を悲しみや辛さから守ってやるから。その可愛い表情いっぱい見せて。お前が好きだよ。これからもずっとお前だけが好きだ。だからずっと一緒にいような。花丸のお返事ありがとう。さあ今日はまだ時間あるけど、どうする？お前がしたいこと何でも叶えてやりたいんだ。今はそんな気分。どこにでも付き合うよ。お前がしたいことを教えて。お前が少しでも楽しいって感じることは何？今のお前をもっといっぱい知りたいんだ。この後どうしたい？今日は楽しかった。お前との思い出が増えて嬉しいよ。また新しい思い出増やそうな。嫁入り前の娘が
男の腹筋触らない。確かに婚約してるけど、それとこれとはまた別。むやみやたらに触らないこと。何むくれてるの。はあ、わかったわかった。好きなだけどうぞ。その代わり後で俺もお前に触れるから。